こんにちは、ゆうです。バズナーのおさんです。はい、今日は無課金サバカ柴犬丸やっていきたいと思います。今日やっていくのですね、タイトルとサムネ見てもらったら分かるように、ジャグラー降臨でもらう。僕ずっとジャグラー降臨やと思った。それはね、はい。あのね、昨日ね、ほんまね、やってる暇なくて、まあか、なんかずっと頭痛くて、ね、どうしようと思って、コーヒー飲んだら治りました。はい、ただのカフェイン中毒でした。はい、それではパーティーご紹介します。はい、柴犬丸のね、これ、殺し屋編成です。そのまま持ってきました。はい。ちょっとね、まあメインと、サブサバガの長老ではクリアしてるんですけど、もうすでに。柴犬丸だけなんか後回しになってました。はい。まあ僕、紙結び入れるのがベターだと思うんですけど、僕持ってないんですよね、紙結びを、このアカウント、なぜか。はい。で、まあそんな感じになってます。それでは、紹介します。で、はい、ウルトラマン、レオキックの方に超覚醒スキルプラス、リラジェン体制。アシスト関係ないからね、はい。で、あと、ウルトラの母ですね。母以来。ごめんなさい。で、これがスキルが消せないドロップと覚醒無効状態全回復3ターンの間 HP を 20% 回復っていうので、はい。これでね、結構ね、あと回復取る強もしもしちゃうわ。マシマシなんで、はい。結構なんとかなるんですよ、ね。超覚醒はもう適当です。あと、レベル限界突破しなくても全然殺しは回れるので、はい。もうこれで回ってます、僕。はい。で、シバドラ、はい。もう全部、この、超覚醒と、潜在ですね。はい。アシスト今回関係ないんでね。はい。で、ジョナサン・ジョースターに上限解放。スキルチェーン2つ。もう、これももう、上限解放やったら何でもいいんじゃないかなって思ってます。はい。で、バチャ、HP プラスです。さて、ね、ジャグラーに、ウルトラマン殺し屋の編成で通用するのかね。はい。通用したらね、もうサクッとね、もう一本動画が仕上がるからいいんですけどね、という思いを込めて、調整する。ほら、からぶっ飛ぶやん。はい。あ、そうやったっけ？こんなんやったっけ？はいはいはい。で、母使っていきなり。で、これ、ね、自動回復もね、してくれるんで、で、波紋込めて、まあ、霊を使っとくか。で、これ、四つ消しできるときはね、四つ消しもしてあげたら、はいはい。まあ、自動回復あるんですよね、どうせ。20% 毎ターン。で、実質ね、シバドラの兵士とかけることによって、まあまあまあ。はい、ループに近い速度で、はい。いけるんじゃないかなと思っております。取れてるよね。オッケー。はいはい。でも、ここもね、霊を使ってあげて、はい。一応、まあ、関係ないですけどね。どうせ完走するんですけど。はいはい。OK。はい。はい。はいはいはい。これもね、まあ、前か。まだ、次柴田使ったらいいから。んで、母が自動回復してくれるんで、母すごい。だってウルトラマンの母ですもんね、全部。はいはい。はいはい。これがちょっとやばいっすね。はい。正直、はっきり言って。はい。まあ、こういう時にね、はい。母使っといて、例えば消せない解除だけはしといてね。はい。まあ、自動回復さえあれば、はい。何かしらのね、9個消しか。6個消し、10個消しか。10個消ししといたら、まあ、なんとかなるんで。はい。全然大丈夫っすよね。ほんま。奈落。犬屋さんの奈落、僕好きやったな。はい、ほんまに。じゃあもう、シバドラさん使っとくか。はい。で、まあ、レオも使っといて、一応。めんどくさい。あ、エンハだけか、まだ。はいはい。はい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 、はい。まあ、母がね、まあまあ、自動回復残ってるんで、はい。OKOKOK。んで、これ、シバドラさんの、あれでしょ？ヘイスト、戻ってるでしょ？戻ってると言ってね。ヘイスじゃあ、ああ、そう、よかったよ。それを聞きたかったよ、はよ。その返事を待ってた。はい、OK。よし。はいはい、OKOK。んで、これで行っちゃって、はい。ここからね、ちょっと母がね、残り2ターンなんで、自動回復なくなるんですけど、はい。
こら辺からレオがあれちゃう、ハート作ってくれるんちゃう、ねえ、そうやと言ってよで、ね、もうここはね、はいはいはい、とりあえずね、もう半分いってしまわないと、はい、波紋込めます。で、まあ回復しとこうか。死んでいけるね、 HP 満タンやけど、気持ち、気持ちよ、ほんま。おもてなしの心大事っすね。はい、ウルトラマンに対する、はい。で、攻撃吸収もうここ、そうなんや、そうなんか、そうなんか。で、こう芝ドラ使って、はい、じゃああれやね、もう縦に揃ってるんで、はい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 、ちょっと待って、なんで、なんで、まあ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 、まあ、こんだけ繋がったらね、10個以上繋がっといたらね、とりあえずなんとかなるんすわ。はい、で、次から母が使えるんで、ここだけ乗り切ってくれれば、はい、よかったんですよ。はい、ここだけ乗り切ってくれればっていうか、まあごめん、何も言葉出てこなかった。なんか何も言葉出てこなかった。あ、そう、昨日ね、僕4人対戦のね、メンバーシップさん限定放送でやらせていただいたんですけど、いやー、あれはいいんじゃないですか。僕的にその e スポーツ化を進めるにあたって、僕あっちの方が好きやけどなと思って、うん、あっちの方が面白かったっすよ。普通に足りないのは、僕に足りないのはパズル力なんですよね、普通に。はい、そうなんで、パズル力さえあれば、つかレオハート作れるんか、作ろるやんって言ってもた。はいはい、本当にね、僕ほんま最初自分でやってみないとわからないタイプなんで、はい、やってみたんですけど、なんか、ああクリアできた。もうちょっと喋ろうかなと思ったけど、よっけ、ウルトラマンコロシアム編成です、これが僕の。オッケーオッケーオッケー、はい、オッケー、ジャグラージャグラー、ジャグラスジャグラー、はいはい、それではガチャ引いていきましょうか。はい、クリア報酬、報酬6以上確定ガチャ。僕が欲しいのは、まあ 1% の多色のやつか、ウルトラマンコスモスですね。コスモスがすごく好きで、はい、本当に杉浦太陽さんをリアルで、少年心ながら、ちょっと、かっこいいなと。あと、まあ、ティガーも好きなんですけどね、ティガーも、長野さん、まあ、V6 の長野さんもね、めちゃくちゃ好きだったからね、ほんま、どっちか出てよ。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 あ、そうだそうだ、ダイヤ。うん。いや、もう、まあ、ゼロよ。ゼロ。俺を導いてくれって。めちゃくちゃ僕、ウィングガンダムゼロは好きなんですけどね、はい。あんまり、このウルトラマンゼロは知らないんですよね。はい、じゃあ、本日は、こんな感じでお開きとなってしまいます。じゃあ、お開きにしたいと思います。はい。まあ、ちょっとね、なんかちょっと、省エネ動画で申し訳ないんですけど、はい。ちょっとはい。まあ、言い訳はするまい。はい。はい。まあ。どうだったでしょうか。はい。4人対戦は普通にギミックとルールさえ理解すれば、面白いと思うんで、はい。まだベータ版なんで、はい。テスト段階なんで、はい。また配信でもやっていきたいと思いますんで、その際は、ぜひぜひよろしくお願いします。それでは、あと、この動画も、もしよかったら、チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。それでは、お相手は私、ゆうでございました。バイバイ。あとツイッターのフォローもよろしくお願いします。本当にバイバイ。